大福寺は、山梨県中央市大鳥居に所在する寺院。新言州地山派寺院で、三号は、飯室山、本尊は、聖函のん菩薩。所在する、中央市大鳥居は、甲府盆地の南縁に位置し、清流する笛吹川左岸の山裾に立地する。甲府盆地南端には東西に、曽根丘陵が広がり、一帯は、弥生時代後期から、古墳時代にかけての遺跡。 古墳が濃密に分布する。大鳥居には、曽根丘陵子宮城に、古墳時代、五世紀後半代の築造と推定される、大塚古墳が存在し、古くから定住が進んでいた地域であると考えられている。中世には、アサリ号、近世には上大鳥居村が成立する。アサリよ一道像、平安時代後期の第1五年には、源の利きよ、 清光親子が日立国から海野国へ移り、その子孫は甲府盆地の各地へ進出しがい、源氏の一族となった。清光の子、浅利義園は浅利号を本拠とするが、のりひよ、清光親子は当初市川荘を根拠地としており、浅利氏が本拠とした浅利号はこれに近い。浅利義園の墓所も大福寺の付近に所在している。義園は自称四年からの自称。 呪影の乱において、海、源氏の一族と共に活躍しており、特に、平家物語巻十一による壇の裏の、戦いにおける当野の名手としての活躍が知られる。次元によれば、創建は、奈良時代の天平年間とされ、甲府州幕地の円楽寺末寺であったという。平安時代後期には、海、源氏の一族、一条、忠だよりの子とされる。 イームロゼンジにより再興され、さらに、鎌倉時代の建略年間には、アサリヨシエンによりランの再建、治療の寄進が行われたという。寺には、タモンタカシリツ像のほか、アサリヨシエンの位牌が伝来している。タモンタカシリツ像は、平安時代後期の作で、造高は100.0センチメートル。一木像、彩色、ホリガン。甲冑をまとい、背中に、 聖タ風の外反を当てる。右手に宝棒、左手に宝刀を捧げている。大福寺観音堂の観音菩薩像、不動明王像と一具である可能性が指摘される。大福寺観音堂の観音菩薩像は、木造寄せ木造りで、ホリガン、造工は3.60メートルの巨像、平安後期のものと言われている。山梨県の指定文化財になっている。 1903年11月に出版された同版画日本自社名館海国行き部では飯室さん大福寺の形が描かれている。海源寺列島をかける武士団 P152 海源寺列島をかける武士団 P152 海原寺列島をかける武士団 P152 海源寺列島をかける武士団 P152 海原海原寺列島をかける武士団、P P152 山梨県中央市公式ホームページ山梨県中央市総合案内歴史文化財よりありがとうございます。